ではあ始めますえー、とっとえー、今日はあの新刊案内で、えーキラ「キラリ光る原理物語、えー、紫式部の批評眼」という本をですねあの第1巻ですけれどもええー、d l e 版で、えー、出しましたんでそれのご案内ということであります。 これは、あの、表紙がですね、えー、ちょっとこ、ここが、どうなってるのっとっと、あ、これこれね。えー、この表紙ちょっと大きいから、全体、えー、浮かばないですけど、えー、内容が、このプロローグ、第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条と。 なってまして、えー、付録としてですね、えー、紫式部の歴史観源氏物語と紫式部の歴史観という論考が入ります、まあ、それで、えー、一つの Kindle、えー、版の要する電子書籍ですね、えー、キラリ光る源氏物語紫式部の秘宝観第一巻と、えー というのはこの6条までです。えー、54条ありますので、えー、654ですね。だから9、ま、巻、あ、本になる、まあ、全部出たらです、うん。予定であります。えー、<laughs> まあそういうわけで、このきらり光る現源氏予定第1巻、村敷見の披露眼、ここをあのクリックしていただいたら、 あのアマゾンの案内のサイトに行きます、えーあの。目次としては「プロボール、プロローグ、時代の幻想と格闘する紫式」えー。第1条が <laughs>、えー「切り壺、オンリーユー」ねえー。第2条が「はあきぎ、あまゆの品定め」。 性質の条件第3条が「う <laughs> つてみ」「なびかない女の真実」第4条が「優雅を純愛への逃避」第5条が「若紫」「プリティリトゥ・ベイビー,、えー」第6条が「末妻花」「象花の女」まあこういうことで,で付録が「源氏物語」と「紫式部の歴史観」というふうにやってます。 えー、だから「まあ、原人物語に」に、えー、興味のある方は、まあ、ぜひともですね購読、えー、していただければということでご案内をさし上げなしでます。うんえー、でまずプロローグなんですけど「えー、時代の幻想と格闘する紫式部」という題にしました。 あこの平安時代平安貴族社会の幻想とですね戦って、えー、この紫式部は「源氏物語」を書いたという視点でうん講演しているわけですねであの平安貴族社会の幻想と言って一体何なのかということですけどあ当然その,あの平安貴族社会ですから 天皇家とか貴族たちのですね、えー、血統がですね、えー、生成を帯びているということをお前提にして、その支配の正当性というのが打ち出されているわけですね。それが支配イデオロギーになっている。えー、いや、それはその,その血統特に聖なるものじゃないんじゃないかと。 いうことですね、その疑問詞があ入っているということなんですね。天皇家や摂関系など貴族の血統が生成を持ているという幻想にそれが幻想だと紫式部はまあ気づきまして、えー、そこを批評していると。彼女は監視文の学者である 父・藤原為時から貫、まあ、石の教養を学び、並外れた学識と見識を持っていましたから、この男尊女卑が、まあ、幻想に基づくことがよく分かっていたわけですね。えー、要するに、女性が貫石を学んだり、まあ、あるいは、えー、その知識で貫史、ね、文を書いたり、そういうことはできないと。 いうことがまあああその時代のまあ常識であったわけですね。ところがその常識を見事にまあ、まあ、お父さんがああ岩石の学者博士であったんで、えー、ついその弟にあのお父さんが教えていたのを聞いてですね、えー、覚えてしまったということで、まあ女の方がですね、えー、あ男 あーよりも女の方があそういう学問の才能がある場合もあるわけですね。<laughs> えー、だからその男尊女卑があって女には到底,到底その顔石なんかは理解できないし漢詞文とか書けないという常識をですね身をもって、えー、間違いである偏見であるということに。 気づいていてたわけですだからあ男尊女卑というのも、まあ、間違いであるということに気づいていたわけですね。まあ、そこから身分や階級の差別を合理化するその血統の正当性血統の正成というのもですね、えー、実は幻想なんじゃないかなと分かっていたはずじゃないかなということですね。だから、まああ たとえですね、まあ、その、元は聖なる血統であったとしてもですね、えー、この、ものの紛れっていうのが必然的に起こりまして、す、え、で、ー、にもう血統の生成というのは幻想になっているという形で、えー、この「源氏物語」で、まあ、血統の生成というものが幻想であるということを、 実は証明しているということですね。でそれをテーマにまあ書かれているんだというのがこの「源氏物語」解釈、私の「源氏物語」解釈ですね、えー。そういうことで、えー、ものの紛れっていうのは必然的にまあ起きるので、紛れるというのは血統が紛れてしまうということですね、不倫なんかによって。 すであのにその血統の生成は虚無になっていて、貴公したちの行動も、だからあ聖なる血を引き継いでいるからあ聖なる行動をする、みやびな行動をするというのではない、引き継いでないんだから、あできないわけですね。だから、身勝手であり、みやびなものではない。まあ、それを赤裸々にですね、表現し、批評している。 しかしそれを、まあ、あ当人はですね、登場人物たちはあそう雅なこと聖なる行動ができない理由をですね、前世からの祝宴というものによって妨げられてできないんだというふうに今感じているわけですね。えー、それから、まあ、因果応報というものがあって。 えー、思うようよにいかない。かなそれから音量がですね、えー、いろいろ妨げている。ということでままならないということをですね、あの正当化しているわけです。です。もちろんそういうこともあるかもしれないけれども、えー、紫式はあそれを、えー そういう本人たちの言い訳は言い訳として描くけれども、えー、根底にその紛れがあるからもともと聖なるその血統というのは既に紛れていて幻想になっているということをです、ね、物語を通して証明して,しているということであります。だから あ登場人物たちの言い訳だとか感情とかそういうものに寄り添って充、えー、実されていますので、えー、まあ,あそうかやむを得ないなとまあそうなるになったのは哀れであるというふうにものの哀れを誘うようなあ文学的な構成ももちろんされていまして、えー、もう鳥リノリアがあのような日本的至上主義の解釈が。 まあ幅を利かせてきたわけなんですが、えー、その、うん、何をですね、紫式は言いたいのか、批評したいのかということですね。そこを見据えなければ、そこから教訓をですね、学び取ることはできないんじゃないかということですね。ですから、まあ、できるだけたくさんの人に呼んでもらって、えー、その、 反動を与えたいということで、市、え、場、ー、主義的な捉え方もできるようには書かれているもののですね、その紫式部の狙いというのは、批評というのは貫かれているということですね。えー、もちろん、まあ、豊浄な文学なので、いろいろ解釈できるわけですけれども、その紫式部の批評眼を読み取れないと。 真、えー、髄を汲み取って現代に生かすことはできないんだよということがまあ、えー、このプロロ,プロローグの内容であります。それで、えーだえー、先にちょっと第5条に触れるんですけどと言いますのはあの第5条若紫から実はあその書き始めたという説がありましてで10歳の若紫は 子スズメをですね伏せ子っていう籠、まあ、でそのスズメを飼っていたんですが猪木っていうそのはしためのわらわめ女の子がですね、えー、その逃がしたって言って、えー、若紫が10歳の若者少女ですけどが泣きわめていたわけですね。 そのおばあさんである天君がああの、逃がした子を叱るんじゃなくて、その若者酒を叱りまして、そのすを捕まえて、籠で買うというのは、これは罪なんだということですね。スズメが自由に空を飛ぶことができなくしているわけです。これ、罪なんだということでね。 そういう罪なことをすると因果応報は自分に来ると若紫が結局カゴの鳥にされてしまうということを心配したわけですね。えー、そういうわけで、えー、このカゴの鳥のイラストはありますけど若紫のねそういうことなんです。で結局し、えー、紫の上の障害っていうのはあこのミスの中でですね 一生閉じ込められて、うん、源光源氏にまあ略奪され、まあ買われた、買われていったということがまあ描かれているわけなんですね。え、紫式部というのはもちろんあの光源氏の精細画でありまして、えー、青いの上の後とね、えー、精細画でまあ一番大事にされ、一番愛された。 一番まあ幸せなあ役回りのはずなんですがあしかし、えー、この若紫の女王でですねしかしそれもですね結局光る源氏にその水の中に飼われていたんだとその飼われていた幸せでしかないということですよね。それをまあ見事にこの描いているわけなんです。 だから批評しているわけで,で紫の上もあの、うん、いかにまあ光源に対してされててもですねえか、ー、ごに飼われている鳥でしかない籠の鳥でしかないっていうことで、えー、この出家したいという思いが持つわけですね。 特にあの女三宮っていうのをですね光源氏のお兄さんの、えー、姫,姫君をですね、えー、迎え入れて誠実にしてしまったんで、うん、紫の上は渡す手がなくなって、えー、病気になってしまったわけですね。でそれをかまっていると、うん、結局女三宮のことをかまうことができなくなって。 で、女さんの目はあ、この不倫に走ってしまう。いうことでね。だからあ、そういうことなんですよ。要するに、えー、帝とか、まあ、光源氏みたいな、巫女だったら、まあ、自分の世話をしている、うこの、性質やあ側室、愛人に対して、まあ、 あどの人も幸せなようにしてあげないといけない, <laughs> いうわけですよね。えー、それがまあ不幸にしてしまっているということでね、えー、聖なる血統にはふさわしくなくなってしまっているわけですね。で、第1条にあの戻りますと、第1条、規律棒ですよね。規律棒はオンリー・ユーという、まあ、風題にしたんですけど、帝、 桐帝はどうして桐ボ帝と言われるかというと桐ボの皇位しか愛せないからですね。で桐ボ帝というあだ名がついてしまったわけです。桐ボの <laughs> 皇位はですね、えー、帝の偏愛を受けたために天田三郎ですね、女房皇位たちから、まあ、いじめられまして、ノイローゼ。 えー、深刻なノイローゼになって光源氏が3歳の時に亡くなってしまうわけですね。でその聖母の面影を光源氏は追い求めるわけですがその桐壺の代わりにですね桐壺行為の代わりに桐壺行為にそっくりの藤壺、えー、っていう女房が来まして。 そ,のそっくりだということで光源氏もですね、えー、お母さんのようにま慕うということから執着しまして、うん、それで結局、うん、その藤壺、えー、行為に子供を作らせてしまうわけなんですね。えー、しかしそれはあの公にできないことだから不倫でできて。 不自壺行為は帝の子を産んだことにします。その結果ですね不倫、えー、の,の結果生まれた子供が後に天皇になるということなんですね。えー、それは光源氏の,、まあ、その光源氏はそれの後ろ身貢献になりまして。 光源氏の出世のまあ言ったら手段にもなるわけなんですけれどもそのサクセスストーリーでもあるんだけども同時にその成功というのは虚構の上に成り立っているという批判がありまして、えー、その儚いものであるということですよね。えー、それがまあこの物語の大きなテーマになっているということがまあ考えられますね。 でこれ実はその八巨威の長言歌という,う,う長編の漢詩文がありましてそれはご承知のように当の楊貴妃の話ですね、えー、帝が楊貴妃に変愛したために内乱になってしまうということで その悲劇をですね、まあ、日本で起こらないようにということで、えー、日本の物語にしたのがこの「源氏物語の」の、えー、第一条「桐壺」のお話ですよね。で,ですからあの枕草子清少納言の枕草の子は五郎鳳の雪っていうその <laughs> 監視文が。 あ,ありまして亭主、えーえー、中愚がですね正納言よ厚労法の域はって言ったら正納言があミスを上げたということですよね。えー、それは監視文を知っているからできることであるということで監視文の教養をですね、えー、表したというので。 なかなか雅であるというまあおかしっていうかね、えー、そういうことであるんですけど紫式部はまあそれはあひけらかしであると監視文の教養をひ,ひけらかしただけのことであって、えー、それほど意味がない大,大切なことはその監視文の 示している教訓これを読み取って、うん、日本の、うん、祭りごとに生かすということですよね。それがあのこのキリ、えー「源氏物語」の大きなテーマになっている。ということでね。だからあのよく「源氏物語」は儒教とか仏教とは関係ないと。 いうふうな読み方を、まあ、乗り長みたいにする人もいますが、うん、反詩文の教養を、えー、どう使うかということで清少納言を意識して起立語だけではなくて下人文字全体も書かれているとこう考えますと、えー、必ずしも反儒教反仏教というものではないということですね。 えー、が分かりますでえー、だからあえー、聖母の面影を求めて藤壷女を恋慕う哀れをこの表現したいということももちろんあるんですけどそれだけではなくて帝の偏愛を言いましめそれがものの紛れの 原因紛れというのは血統が紛れるというです、ね、の原因になり、えーそのうん、衰退を、王朝の衰退を招くということをまあ批判しているということであ、えー、だから、まあ、そういうことでね、宣、え、あ、ー、の読みはまあ非常に船舶であるあ、浅いところがあるではないかということですね。で第2条 雨夜の品定めというところなんですけど、えー、第2条であの母木木っていう題名に今はなっているわけなんですけれども、うん、これはあの第2条の中の母木木の部分というのは実はあこのうつせみの内容なんですね。ですから母 母木の部分からは、うつせみの方に入れて、第三条に入れて、それ以前のとこですね、あまよの品定め。だから第二条の題は本当はあまよの品定めにすべきやったんです。だから編算がちょっとおかしいわけなんです。で、だから僕はあの第二条はあまよの品定め、えー、の部分を紹介している。で えー、光源氏は藤坪や紫の上など上流貴族の女性とは思うようにいかない。まあ藤坪はもちろん帝の女房ですそうあの思うように、えー、というわけにはいきませんね。それからあの葵の上絵が正妻なんですけど葵の上っていうのは左大臣家の、えー、姫君で。 それが本当は光源氏の兄のですね菅久亭になるんですけど将来あの皇太子の妃になるつもりであったんですがあーその帝の意向を左大臣が組みまして光源氏の,その、えー、妃になったわけなんですね。 光源氏のまあ結局性質になったわけです,でですから本人はあまだあの兄だったらあの年齢が同じぐらいなんですけれど、えー、光源氏は4歳も年下というとで、えー、まだ12ぐらいの坊やであるその坊やの世話をさせられるという納得いかないということでなかなかあ時計 打ち解けなかったわけなんですね。まあ、そういうことで、えー、子供ができる。10年かかっているわけです。で、打ち解けない。うまくいかないわけですね。まあ、上流貴族の女性は扱いにくいということであります。で、えー、この天代の白雨で光源氏の皇居におけるま規律棒が。うん 利用してたキリツボのマーですね。まあ、そこが光源氏が利用できるようになりましてそこにあの集まりまして仲間が集まってこういろんな品定めの話を女性の品定めの話をしているわけですね、まあ、そこでそのうん上品上品の女性というのはあみんなチヤ,チヤホヤされてですね、えー いろいろ周囲の人に助けてもらってやってるから本当にセンスがあったりですね、えー、才能があったりするわけではないとそれに比べて中盆の、まあ、中流貴族の女性は努力して、えー、認められようとしますんで、えー、その中盆の女性の方が魅力的だっていう話になるんですね。 でだからそこから厨房の女性とのアバンチュールな恋を始めるきっかけにもなるわけです。でその飛行士たちの話によるとですね、まあ、性質はどういう女性がいいかという。ならまあ性質に必要なまあ資質として織物裁縫和銀ワ,ワゴンって読むんですけどね。 日本式のこと、ワゴワゴンそれからあの和歌和歌のセンスですねがあ,あるかあそれから字書いたら上手に書けるとかいうことももちろん入ります、まあ、そ,うそういう才能があって旦那の世話をしてくれる旦那の服をちゃんとあぴったり合った服を作ってくれる,るということですねそして旦那にこう 尽くしてくくれる、尽くすタイプの、まあ、女性が誠実にいいとされるわけですけどただしそういうのをちゃんとできてもですねこれ一夫多妻制ですからあの一人だけの女性とずっとこうやっていったんではあの貴族社会の中でまあひ 人,人付き合いが狭くなってしまって出世できないんですよ。だからあのうん、いろんな女性とですね、付き合うことに対して、やきもち焼かない、えー、でもらいたいということですね。そうでないと、やきもち焼かない女性が、まあ、性質に。やきもちがひどいと、やはり性質にはできない。でただ、だから、まあ、 先ほど書きましたようなあの実用的な面でちゃんとできてても、まあ、惚れ込めないといけないだろうと、まあ、それはできてるのが条件なんだけどもそれできてるだけでは惚れ込めないということですねだから惚れ込めるような、まあ、センスのある女性がいいわけですかといって えー、この妖艶すぎるとちょっと性質としては雰囲気であろうということですね。まあ、妖艶な女性に対しては追放で込んでしまいますけどそれはあ困るよとなぜかと言いますと子供ができた時にですね自分の子かどうかわからないということなんですね。えー、だからあー 妖艶な女性というのは、まあ、まあ自分に対して自分がその妖艶な女性を魅力を感じるだけで他の男たちも感じるわけですみんな言い寄られるわけですだから子供ができた時に自分の子がどうか分からないでは困るとだから性質の子供はやっぱり自分のこと分かるようなあ性質の子で ないと困るので、性質の条件として、養園過ぎないということが大事やということになるわけです。そういう,うな議論をいろいろしているわけです。それから、あこの博士の娘というのが出てきまして、非常に賢い女がいるわけですね。で、それはあの側室にしまして、いろいろ助けてもらうべい勉強を教えてもらったり。 マナーですね、宮中でのマナーとか教えてもらったりして、それで出世できて、まあ、よかったんですけども、うん、性質にしたらですね、えー、何でもその、その、ワイフはできるわけですね。で、自分ができないもんだから、いつも怒られてしまうということで、頭が上がらなくなってしまうわけなんです。 性質にはできない、側室にはいいけれどという話が入っているんです。でそれどうも、その紫式部自身をモデルにしている。紫式部も、夫は山城の国の国主っていうかなんですけども、えー、山城の国やね。えーそれで えー、性質にはしてもらえなかったわけなんですよね、えー。あまりにもまあ賢すぎると、まあ、そういうことになると。つまり平安貴族社会の根底にはダンスフォーム女の偏見がありましてあまり賢い女というのはありえない,いわけです。女はバカなもんであるべきであると。 いうことですね、まあ、それは偏見やと、まあ、告発している。ね、しかし、まあ、このような性質の条件をめぐる議論は実は貴重の空論である。で実際は誰を性質にするかはその父の社会的地位で決まっているんだ。だからこの天谷の品定めのお話はまあ暇つぶしの話としては。 ありますけれども、えー、実際はそういうことで、えー、性質は決まるんではないとうんその姫君のお父さんの、ま、社会的影響力で、えー、誰が性質になるかは実際は決む光源氏でもそうですね葵の上左大臣家の姫君だから性質になったわけなんですね、えー、そういうことで 第3条ですで第3条はうつせび。だからその第2条で、えー、やりましたようにですね、中盆の女性がいいということで、中盆の女性にアタックする話なんですけど、ギャルゲンジは帝に受罪するはずだったけれど、父が亡くなったためにですね、後ろ身がいないということで、えー、受罪の話がおっしゃってしまう。 できなかった。それで、格下のですね、ローズ料の誤妻に収まった女性がいまして、その女のまあ境遇を哀れだと思って、えー、そこでこの哀れな状態からあこの救い出そうとう、そういうつもりで不倫を仕掛けたわけですね。で、あの、 年の草婚というのでやっぱり若い女性はまあ4050のですね、えー、男性とですね、えー、結婚するというのはやっぱりいろいろ不満があるでしょうからそういう女の弱みにつけ込んでもてあそばれていると、まあ、当人は感じたわけですね光源にはあの救い出すつもりでモーションをかけているのにね。で 光源氏が呼ばれをしていたときに、その、薄すを残して、一、えー、人だけで、えー、来て、この、逃れた。お、呼ばれしてきたわけですけど、うつてみるとこ。この、えー、一人だけ残してですね。うすぎぬで、こ薄着布のように、えー、抜け出したということですね。まあそういう。 うことで、まあ、振られてしまったわけなんですけどこのローズ寮のご妻よりも、うん、ハンサム貴公子の光源氏の側室の方が幸せであろうと、まあ、決めつけて光源氏はこの不倫を仕掛けたんですね。まあ、それ自体が女性の人格の尊厳や独立性を認めていないということに なるわけですね要するに光源氏に買、えー、われてしまう、うん、ローズ料に買われるよりも若い男に買われる方が嬉しいやろう,そう,いうそういうセンスで持って、えー、捉えているとそうしたらまあ女性の人格の尊厳とか独立性はまあ全然認められていないわけですね。そここが間違っていいるということうを 実は紫式部は言いたいわけですね。えー、で、第4条、優雅顔ですね。で、<laughs> 光源氏の呪者である、うん、光源氏のあの、えー、乳母、乳母、つまり乳母ですね、の息子、だから、乳母兄弟っていうんですか。うん であるコレミツの家がありまして五条にありましてその隣,に隣の塀にですねあの花が綺麗な花が咲いているでこの花の名前は何ですかって、まあ、聞いたわけですねそしたらそこの姫君そこに隠れ住んでた優雅を姫,姫君がですね、えー、この扇子にですねあの 花の名前を書いて、はい、あの歌を載せてですね、返事をしたわけなんですねで。まあそういうことをきっかけに交際が始まった。ただ、あのえー、名前を名乗らないんですよね、お互いに。それであの光源氏は会うときはですねあの、頭巾で顔を隠していたわけです。で、相手の顔もあのミスの中に入っていて、 あの見るわけです暗くてよくわからないだから顔もよくわからない <laughs> 名前も知らないういう付き合いが始まるそれでまあそんな状態を打破しようと思って光源氏は自分のまあ,あ,あのそれが何がしろ因というところにまあ別邸みたいなところにですね えー、連れて行って、まあ、一夜を共に過ごすということになるんですね。でその時にまあ初めて顔を光源氏見せたんですけど、えーまあ、そういうことで、ね、あ光源氏は頭巾で顔を隠しています。そこで光源氏はないがしの院に連れて行き初めて顔を見せますがその怨霊に襲われて夕顔、えー、は殺されてしまいます。 だから、このなぜ音量に押されたのかが問題なんですけど、恋の駆け引きで名前や顔を隠していたということはどういうことか。要するに、貴族社会はいろんなしがらびがある。ねえー、その身分だとか、地位だとか、まあ、いろんな関係でもってですね、えー、いろんなことが決まってくる。 でこの鴎はもともとは常夏といって当の中将の側室だったんだけども正室、右大臣家の姫君の実家からですね、まあ、脅迫に見た嫌がらせを受けてましてそれでもう隠れた姿を隠したんですね。まあ、そういうことがあったんでそういうそのしがらみから解放されるわけ。 名前も知らないし、顔も見せないわけですから、そういうことを関係なし、純粋に男と女のラブトピアみたいなものが、あその心ならずもですね、図、えー、らずもというか、あ出現したわけで、えー、非常に興奮したわけなんですね。それはあの光源氏もそうなんです。えー 純粋に男と女として、えー、この何も考えないで、えー恋,えー、恋花、恋の花火を、まあ、打ち上げたということですよね。えー、不思議なぐらいに恋しくてたまらなくなったと。でここにもその公職文化と言われる平安貴族社会が実は純愛の妨げになっているという批評があるんだということですよね。やはり 家と家との関係として男女関係に成り立っているわけですよね。でそういうできるだけその相手の地位の高いところと関係しよう男も女もします、えー、純粋にこの名前も知らない顔も見たことない顔を見たことないというのはあのす,すごい極端な表現ですけど。 そういうことで、えー、かえって純愛になったわけです。ね。これはまあ現実のしがらみの社会ではありえないことなんですだから一つの空想の世界、現実から逃避したわけですね。えー、現実から逃避した、そういう,うラブトピアでの純愛で燃えたわけです。 世間はそれを許すかというと、それはちょっと許せないということですね。だから、あー激しいこの嫉妬に遭う。特に光源氏の愛人であった六条の宮寸の頃の生き霊がですね、えー、取り付いて殺してしまったということなんですね。だからそういう純愛は成り立たない、そういう社会をまあ批判しているわけですね。えー というふうな、まあ、批,評批評眼として批評眼をしっかり見据えて読むとその面白みというものが読みの,の深まりという非常に強くなって非常に名作として読めるわけなんですね、えー。その批評性をちょっと、えー、哀れ論だけにですね、えー のりなみたいに傾いてしまうと批評性が読み取れなくなってしまうそれではほまあ源氏物語を読む醍醐味がなくなるんではないということです。で第6条う末積む花あなんあ第5条はあの若者さんがさっきにやるそれで第6条はあ末妻花。 だから、夕顔、若紫で、まあ、非常に緊張したわけですよね。えー、それで、第六条では、息抜きということですね。それで、あの、と亡くなった、常陸宮の姫君が、まあ、一人で、えー、日立常陸宮邸にいまして、えー 寂ししく暮らしていると、まあ、もちろんあのお月はいっぱいいるわけですけど常陸宮がまあ亡くなったんでその家は没落していくわけですね。でその境遇をまあ同情しましてですねあの光源氏はまあモーションをかけようということなんですね。ところがあの全然この返事が来ないわけですね。えー この返事が来ないんで、で何とかしようということで焦って、で、あのついはあの、うん、強引にいい犯してしまうわけなんですけど、まあ、ちょっとこう、えー、この後から見たらですね、まあ、最初あの、ミスの中に入って、えー、交わった。 しまっっったた時にはは顔がはっきり見えてななかからった。ったで,でその後もですね何回か行ってるわけですけど、まあ、夜早く帰るんであの顔が分からないままだったんですが何ヶ月かしてですね、まあ、朝まで行った時にあの朝の、まあ、朝日でこう顔が見えたわけですねそうしたらすごい。 象花、えー、やったらびっくりしたわけですね。そういうこと。象花は当時の基準ではまあ仏の典型みたいな。であのー、しかもその光源氏や唐の中将も手紙を書いたりするんですけど全くその返事は書けないわけです。コミュニケーション能力はゼロなんです。まあいわばアホなんですね。えー ところが、この、うん、日立の実は口頭ですよ。そう、そだから、帝の孫に当たるわけです。それから、そのミスだから顔が見えないわけです。まさかブスとは思ってないる。ということもあります。そういう口頭だとか、ミス文化によって、隠されて、真実が見えない。で たちの帰かて、それで気を引いて、無,無理やりこの結局その顔を見たらブスやったしその返事書けなかったのも、うん、気を引くためにしてるんじゃなくて要するに書けない本当に書、えー、けなかったわけなんですよね、えー。コミュニケーション能力はなかったわけです。 ですから、あのそれが、まあ、分かったら、本当ならあのお、もう行かないわけですね、普通の男やったらいかない。でも、光源氏は、あそれはあ亡くなった常陸宮の霊の導きと、まあ、捉えまして、象、え、花、ー、の,の生涯を引き受けましょうと。 いうことになるわけですこれはだから為政者の在り方ですねを説いてるわけなんです男と女に、まあ、例えて、えー、一旦この男女関係を結んでしまったら相手がどうであれどんな女性であれ、えー、その生涯面倒を見るのが男である王様もそういうことなんです。人民が あどんな、まあ、あ真面目な人民であろうがあ悪いやつもいるわけですね怠け,怠けた怠ける人民もいるわけでいようともですね、まあ、人民の命を守り、えー、できるだけ幸せになるように全力を尽くすというのが法の在り方ですよね。それを、まあ、示してるわけです ねえー、紫式はそのブスだからといって見捨てないということです、ね。それをまあ見事に描いてるんであの、まあ、アホバカのお,お小話笑い話に包んで、まあ、あ政治の在り方を批評しているということが言えますよね。えー、そういうことでね。あの <laughs> ミス文化の批評にもなっている。真実を隠すということですね。えー、それから、えー、あの、付録に入るわけなんですけど、付録は、この、源氏物語と紫式部の歴史観と加えておいたわけです。まあ、源氏物語はもちろん、その、ラブロマンスなんですけれども、そこに、まあ、歴史観が現れているということである。で、 えー、藤原氏の全盛期に書かれたんで、摂関家の御曹司を主人公に書きたいところなんですけど、そうすると、女吾行為と禁断の行為に陥る話を書いちゃうと、ですね、えー、不義の子が生まれたりしたときに、えー、この帝の子をして育てざるを得ないわけですね。そうすると、それがもしが露見したりしたら、まあ、大変なことになるわけだから。 帝の子として育てるとけ結果ですね帝の子でない子が帝の後を継ぐということで天皇家が紛れてしまうつまり藤原氏の,この,この,この血統になってしまうわけですねすで、まあ、になってしまっているということを、まあ、描くことになってしまうわけですねあのもしも藤原の 氏の御蔵氏を主人公にしちゃうとそういうことになったらやっぱそういう物語はあ藤原氏に対する批判にもなってしまうので藤原氏前世の時代にそういう物語はとても書けない公開できないということですねそれで天皇の御子を主人公にして天皇の御,、えー、御子の子供を、えー、御子の子供が 天皇の子供と,ということにして天皇を継いでも天皇家の血統はあ紛れてないやないかとも言えるわけですからあ,問題あまり問題にされないだろうということですよね。それでそうやったんですけどそういう紛れっていうのは必然的に起こるということは光源氏があ紛れを起こしただけじゃなくて光源氏の結局その 女三宮っていうのを、えー、兄の娘を正室、えー、にしたらあの当,の左大家の当の中将の息子である柏木ですね、えー、に寝取られてしまってで,できた子供が薫る対象というので源氏の家系もですね左大臣系の血統が混じってしまうそういうふうに物の紛れという一般的に捉え返したら。 この貴族社会ではそのものの紛れが必然的に起こるということをあー書いていて、えー、ということは天皇にしてもあ、この貴族たちにしても、その血統が聖なるものであるということはあ幻想であるということですね。ですからあー天皇はあー偏愛をするし、つまりあの聖なる。 血統を引き継いでないででなす偏愛をするし、えー、光源氏もですねいろんなあこのアバンチュールな恋をしてですねいろいろ問題を引き起こすわけですよね、えー、だからあそういう紛れのもとになるどんどんやっていくそれは紛れてるからするわけで、えー、紛れてなかった純粋な聖なる血筋だったらそういう えー、身勝手なことはしないわけですよね、えー。そういうことなんです。であのーえー、よく考えるとそういうその紛れるというのはその何も平安時代に始まったことではなく神宮皇后と住吉明神の不倫まで遡ることができる。で住吉明神が光源氏と明石入道の守り神になってますんで、えー、それで。 要するにこのお話はですね不倫っていうかものの紛れを引き起こすっていうものの紛れの神によって守られた、ま、お話であるということですね住吉明神というものは物の紛れの神として捉えられるということで、まあ、歴史をですねあの語っている。 わけです。歴史解釈がまあ入っているんじゃないかということなんですね。うん、だから、あーこの、うん、一条天皇からあその紫式は日本儀をまよく読んでいるということを褒められたわけです。それで日本儀の局と呼ばれたわけです。あー それぐらいい、まあ、日本書紀を踏まえているわけですね。それでもう紫式部自身はですね日本書紀のことをですね日本着などは片そば,そ片そばどかしといって,言って、まあ、偏ったもんですということで物語の方に、まあ、あの作り話しされている物語の方に実は真実が書かれているみたいなことを言うわけですね。 そうだから日本書紀の裏をまあ読んでいるということで日本書紀にはあ住吉明神があ神宮皇后と交わったっていうのを書いてないんですけど住吉大社神代記に書いてあるわけです、えー、裏を読んでるわけですねであのまあだからに、えー、この 紫式部はですね、えー、この平安貴族社会の幻想というね、えー、厳しく捉えて、うん、天皇家とかあ摂関家とか貴族の生成というものが幻想であると批判しているで,でもまあそうなると、まあ、疑問に誰でも思うんですけれども 紫式武自身は、まあ、女性として差別されてるから、まあ、腹立ってそこまで言ってたかも分からないにしても、えー、このよく考えると殿下関係中身の中宮少子の、まあ、女房として権力の中枢近くにいたわけです、ねで。貴族社会をその真正面から 否定するるよううなこことと書けやろいですねそれは考えますとですねそこういう解釈がおかしいんじゃないかと思われるかもしれないんですけどそこはあの、えー、読みが浅いわけで <laughs>、えー、実際はその仏教というのは仏教的無常観というので現世のことをですねやっぱ否定的に捉える空だとして。 一旦その虚無として捉えるわけで,す、ね、でも現れている限りはそこにえその素晴らしいものがあるとその美とかあ喜びとか快感とかですね感じてもいいしま感じるべきなわけですねでもそれはそれで溺れてしまったらダメですうでしかないことを 虚、えー、毛でしかないことも分かってなければいい。だからその「け」けというのが「現れ」ですね。でもそれを実態は「空」であるということも知っていなければでも「け」にも「空」にもですね、偏らないでバランスを取れ、それが「中」です、ね。ほんで、バランスばっかり考えてたら、ああ、その、あ現れ、喜びっていうものを感じることもできないし、えー、むなしさ、「空」を。 知ることもできないし。だから、あーその、家、空、中がですね、別物ではなく、一つである、一体であるということを三体園雄と言います。えー、その三体園雄の、まあ、三大園友とも呼ぶ <laughs> 人もいます三体園雄の美学をですね、天台地域が、 中国の天内地がいてるんですよで。その思想が、まあ、日本にも入ってきてるわけで,でもちろんその中国の教養日本の教養にも、えー、ピカイチとゆうな紫式はねでそういうものを踏まえているんじゃないかでそういうものを踏まえてるとしたら、まあ、いかにこの虚紋、えー、を捉えていてもですね 平安貴族社会を、えー、無限に否定しているわけではない。否定もしているけども否定していないというそういうことですよね。だからその批評精神をくみ取ることによって、えー、素晴らしさ儚さということ人生の意味っていうものを深,い深く感じ取ることができる素晴らしい文学であるということなんですよ。 まあそこまでこの、えー、読めないとですね、本当の真髄が伝わらないんだよと、元折り畳みみたいにその日本的史上主義に、えー、流れてしまった、まあ不白なものになってしまうということなんですね。まあ、そこで、それを踏まえて「源氏物語」を読みましょうっていう講座を。 まあやってるわけで,すで、あの、その講座は今、6畳まで終わったから、7畳は9月から開始します。第2期開始ね。で、もみが、花の縁、青い柏木、花散る里というのをやりまして、で、その次行く前に、紫式部日記をですね、読むと。 いうことで紫式部はどういう,う境界にいて、まあ、どういう事情で「源氏物語」を書いたのかね、えー、道長との関係はどうだったんその真相はとかね、えー、をやりたいなと思っていますぜひ是非第2期の受講を申し込んでいただければあ幸いである。 毎日文化センターに申し込めますから、あ9月から、まあ、途中からでもあの参加可能ですので、えー、いつでも申し込めるということであります。というわけで今日はここまで。で、まあ,あの <laughs>、えー、何はともあれ、この、えー、電子書籍ですね。電子書籍、なかなかあの始めるのが億劫な人が、 多いですけれども、えー、始めたらあのなかなか読みやすいものです。うん、ぜひ始めてみてください。「新刊案内きらり光る源氏物語紫式部の批評眼第1巻」のご案内とさせていただきます。おしまいということで。